西側来たらボスちゃんもシュン君もいません。茶代さんが今草むらで休んでます。あ、来たボスちゃん、おはよう。おはようじゃねえな、もうな、12時前だもんな。うん、チュールあるぞ。お前甘えん、お前甘えん坊さんだからな。うん、あれ、シュンクいないね。前回もシュンクいなかったんだよね。うん、どうしてんの。うん、あ、いつもの、あの白キリちゃんが来た、しっぽピンして。よし、じゃあチュール食べるか。な。チュール食べるかしたら、ニヤだって返事した。うん、よし、じゃあみんなの分準備しまーす。